どうも全力絶叫 YouTuber ビモリです。ということで今日本シリーズ第2戦やってきたわけですけども、まあ皆さん知ってますか、この日本シリーズのチケットプラチナ化しております。もう本当にね、もう僕とかももう運よく当たったんですけども、やっぱそのね、ほとんどの人が抽選全落ちしたみたいな、まあそういう状況でして、まあ、なかなかねその行きたい人が行けないっていうところなんですよね。じゃあこのチケットは一体どういう意図のところに、まずその阪神ファン多いって言ってもこんな外れるもんかというところなんですよね。ところでやっぱ転売サイト、チケット流通サイトを見ると非常に高値で転売されてるんですよね。いや本当にこれ10倍以上の額で、5000円のチケットがもう数万円ぐらいでっていう状況なんですよね。まあこれがどうなんですか、違法なんですかね、これって転売禁止法みたいに引っかかるのかな。まあ違法なのか違法じゃないかちょっと分かんないですけど、違法じゃなかったとしても、まあその行きたい人にチケットが渡らない、これはどうなんだということが非常に問題視されてるんですよね。っていうところで、まあ、この今京セラドームに来てるんですけども、まずですねチケットをくださいっていうボードを持った人が、そうです、こんな感じでいるんです。ところでやっぱね、その最後の最後までチケットがないけど粘りたいっていう人がいるって中で、じゃあなぜそのチケットくださいっていうのが立ってるか、これやっぱチケットをくれる人がこの京セラドームの近くにいるんじゃないのかなという噂を僕聞きつけましてですね、チケットの転売方法まあ何種類かありまして、まずはツイッターとかで募集をかける、はい、まあツイッターとかで募集かけてる部分は、ね、多分ね定価の取引が多いと思うんですけど、であと転売サイト、まああの辺で非常に高値取引されてる、あれはどうやって取引されてるかと言いますと、コインロッカーとかで取引するみたいな。そうだからなかなかその彼らは鍵を出さないと、隠していると。今私人逮捕系 YouTuber とかもね流行ってますからね、そういうところでなかなか見つけづらいと。あともう一個あるんですよね、あの球場前のダフ屋、普通に球場前でチケット余ってますって言ってる人らがおるって話なんですよ。ちょっとなんかねやっぱそういうところなんかね、ほんまに行きたい人に高額で転売するっていう行為、今こちらのねあのチケットを譲ってくださいというね、あの方、まあ今日のチケットがない、そうですね、はい、で今日のチケットを何としても欲しいということで今このチケット譲ってくださいと。どうですか実際、でも譲ってくれる方っているんですか。いや、まあ一日粘ってたら結構定価で譲ってくださる方も現れたりとかあるんですけど、それはどういう人なんですか、そのチケットが余ったからとか同行者が行けなくなったとか、やっぱりそういうあれなんですか、同行者が行けなくなったので一枚余ってるっていう、それでもう一人で2枚持ってきちゃって声かけたら譲ってください。ああ、まあまあ確かに、ね、体調不良とかもありますもんね。実際その定価で譲ってくれる人がいる中で、じゃあダフ屋とかには声かけられないんですか。やっぱり声かけられたりしますね、チケット探してるんで あるよって言われたり、でそれちょっと話聞いて、はい、値段聞いてみたいな感じです。そうですね、それいくらぐらいするんですか、それ。いやでもやっぱり全然定価の何倍もっていう感じもありますし、でも稀に定価の2倍ぐらいっていうパターンもあるんで、まあ、2倍、あの感覚バグってますけど2倍でも高いですよ、5000円が1万ですからね。どの辺にいるんですか、そういうダフ屋の方々って。駅が出たところら辺とかに何人か見受けられますね。もしかしてあの電話してるおっちゃんとかですか今。あれダフ屋ですか。え、ダフ屋ってこっちから声かけた場合も対応してくれるんですかあれって。はい、そうです、おそらく、はあ、チケット欲しいんですけどみたいなこと言って、はい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 、なるほど、交渉始まってます。実際でもあれってダフ屋いいんすか、あれ。僕もあんま詳しくないその辺、僕も分かんないですけど、まあ違法だとは思うんですけど。警察とか来たりしないですか。警察の方もやっぱりちらほら、はい、来ますね。はあ、だから摘発しに来てるんですよね多分ね、あれを。おそらく警戒しに来て、はあ、やってたら注意されるのか捕まるのか分かんないですけど。ああ、だからアウトなんや、やっぱあの人たちもやっぱり警察来ると逃げていくっていうか、はあ、隠れるみたいな感じですね。なるほどですね、はい、その辺はもうすごい対策っていうか仲間内でやってると思いますので。分かりました、ちょっとじゃあ僕行ってきますわあの買いに行きますわ、買わないですけど買いに行くふりします、ちょっといろいろお話聞きに行きますわ、ちょっと行ってきますわ、はい、え、大丈夫、え、僕大丈夫ですかね、あの黒い闇の世界にパンされないですかね。いや大丈夫です、パンされないですか、僕大阪湾沈められないですか。頑張ってください、ちょっと行ってきましょうかおそらくあの辺のおっちゃんがダフ屋集団と言われてるんで、ちょっと行きましょうか。チケットないんすけど、何枚、一応1枚でいいんすよ。予算何個ぐらい。この子さっきライヤーの1列目、予算ですか。
予算、え、内野やったらいくらぐらい？内野の1列目。内野の1列目、めっちゃいい席。そうっすね、じゃあ1番とか、ちょっと前何もやったっすね。どうやってチケット入手したんですか？いや、もうそんなん、もうええわ。みんなチケット取れてないですよ。どうやってチケット取ったんですか？いや、ちょっと知ってる人がね、困ってるからね。それ業者かなんかですか？そんな関係ないね。自分はなんでそんなこと聞いてるの？いや、なんか気になるなと思って。東京の人。いや、東京じゃないですか。チケット欲しいんですけど、ちょっと。いや、あの人ね。いやいや、チケット欲しいんですけど。チケット欲しいんですけど。別に警察とかじゃないですけど、僕。いや、そんな、俺もさら、そんな、今ちょっとだけやってほしいだけやで。言ってきたら、こういうことなんだ。なんでそんなに言えるんですか？おかしくないですね。なんか、やましいことあるんですか？やましいことあるんですか？何もないよ。な、どうしたん？普通にチケット欲しいって言ってたけど。あるよ。だから譲っとるよ。なんでそんな3万とか2万になるんですか？頑張れ。定価がいいっすよ。とか言うてください。どういうチケットなんですか？どういうどこからもらったんですか？対応の人だ。この人らがチケット余ってるからもらえへんのかなと思って言ったわけじゃないですか。したら2、3万言うて定価で取引がする。定価でなんかどうやって買うの？え、どういうチケットなんですか、それは。結局だからお客さんから買う。お客さん、どういうお客さんですか？いや、それだったらええやん、持ってるんだよ。僕は持ってないですよ。ここです。ここですか？え、ちょっと今のバトル中等だから。はい、こうしてるんで。はい、ありがとうございます。そこで僕、正直言うと内野なんですけど、今チケット内定で転売屋にして、まあそういうことですわ。はい、結局やましいことがあるからすぐに売ってくれないし逃げるんですよ。ほら、もうすぐ離れていってるもん。そういうことですよ。結局これが現実です。これで行きたい人が行けないと、そういう現実ですよ。この現状を何とかしていかないというか。そうなんですけど、でも彼らって結局でも違法行為やったら警察に言ったら来てくれるんですかね、あれって。どうなんすかね、そんなに捕まえる理由もあるのかっていう。ああ、なんか感じですか。ポーズだけ撮ってるみたいな。そうですね。実態って正直分かんなくないですか。結局だって口閉ざされたし、結局、うん、なかなかね、証拠ってものが分かりづらいから、啓発もなかなかね、転売とか動きにくいですかね。それこそ転売流通サイトとかでも高額で転売されてるのってあんまり摘発されたりないじゃないですか。謎ですよね。そうなんです。だからそうなんですよ。そこをまあ、啓発が今後どういう風に取り締まっていくかっすよね。まあ、それが前進しない限りはやっぱ今後も日本シリーズとかね、 WBC とかでこういうことが起こってくるとは思うんで。 WBC でなんかチケットすごいバカみたいに高騰しちゃったっていうのはすごいちょっと感じますね。そこでなんかその転売屋たちがビジネスチャンスと捉えてここぞとばかりに転売に走ってるっていう状況ですかね。わかりました。少し感じますね。前からありますけど、今後はね、まあ、こういう現状が少しでもね、改善されれば、整備されればいいかなと、来たい人がチケットを取れるのかなとは思います。ということで、ご協力ありがとうございました。チケットを、ね、定価でもらえたらいいっす、ね。はい、頑張りましょう。僕は応援頑張ってきます。ありがとうございます。